でその中で、えっと、この本の中に書いてある、まあ、一番主張点で大きい話は昔メディアアートっていうのがあった時に、まあ、テクノロジーインパクトすげえテクノロジーを使ってるっていうと文化的に面白いっていう2つが混ざってメディアアートになってたんだけど今ってテクノロジーインパクトとあのアートインパクトだってテクノロジーインパクトの方が強い時代になりつつある。 なんこれ何でかって言ったらあのアートの持ってたインパクトっていうのが一人一人違うことをやってる時代じゃんコミュニティだって違うしさ一人一人タイムラインだって違うし好みだって違うしみんなで違うカラ,オケカラオケに行ったらみんな違う曲歌っちゃうから誰が何歌ってるか分かんないみたいな状態になっちゃうわけだからそうすると誰かが許容できる一つの大きなアートの流れみたいなものをみんな知らないわけですみんなないわけですよ人によってアートの定義は違うし 人によってあと文脈の定義も違うわけだからそうなってくるとテクノロジーっていうあの全員が見てああそれやべえすげえってあの思うようなことがあ,のありえそうな気はするんですよねでこの今あの起こっていることとしてこの工学がコンテンツ吸収してるっていうのはなんかすごくあ,のあるような気配を感じているであのこれなんかねすげえ批,評批判されること多いんだけど でもあの個々の文脈に閉じたときに大きなマスっていうの,があのはテクノロジー側にしかないんじゃないかなって俺思うんですよ。あの要はさ、あのなんだあの、とある美術館にあるさあの、批評可能なさ、空間とさ、もしくはあのアップルの新製品発表会だったらさ、どっちがインパクトあるかって言ったらアップルの新製品発表会の方がインパクトあったりするわけじゃん。で、あの美術館は美術館っていう装置として保存されてるわけだけど、 そこがあのテクノロジーにおけるインパクトつまり社会の中でそれがどう解けてそれでどう使われていくかっていうところであの工学がコンテンツ吸収しちゃってるような気はするんですよね。でそうなってきた時にあの、まあ、どうやってやっていくかっていうのはすごい重要。 つまりあのアートのインパクトを出すためにどうテクノロジーを作るかもしくは逆に言うとあのこっちの文脈が細分化された時にじゃあ,あとこの細分化されたテクノロジーってさらに細,細分化されたアートってさらに細分化されちゃっていいのかもしくはこれをどこかでこう枠で囲ってプラットフォームにしていくかでもプラットフォームにする議論になったらまた工学的な話になってきて。 極めてこの情報をどう伝えるかもしくは作品をどう表現するかってこととあのテクノロジーっていうのが切り離せなくなっていってしまってるつまりインターネットっていう巨大な鑑賞空間それそのものがあの極めてテクノロジー的な空間なのでそれであの戦いになってるような気を僕はするわけですであのメディアアートにこと限った話ではメディアアートはプラットフォームとして社会実装されるとまあ要はエディソンが メディアアートだと思ってこう例えばさ電球ポーンってメディソンがメディアアートかどうかはまあ俺はメディアアーティスだと思うんだけど電球ポーンって作った電球自体はさあの今は何の変哲もないものとしてその辺に社会実装されてるんだけどでそういうようなものってこう世の中にポイッて出てくるわけじゃないでその中であのテクノロジーの形でそれが実装されてくっていうのはまあ,あると思うんだよねつまりあの最初なんかすごいよくわかんない表現がこうあった時に そこの一部はえとプラットフォーム的で,で一部はコンテンツ的で,でこの二つが組み合わせた時にこれ技法技法がある芸術として成立するわけだけどこのプラットフォームの部分だけがこうやがて社会もしくはあの世界にこうインストールされていった時にあのこれが解けてなくなっちゃうわけですよであの逆に言うとこっちのコンテンツが細分化されていってしまったらこのプラットフォームのも あの新しいものが出てきた時のプラットフォームのインパクトの方がでかくなることは非常に多いでそれが文化とか芸術とかもしくは、えー、とコンテンツみたいなもの文化とか芸術とかの枠組みで表現された時に、えー、と果たしてその,この発明が文化であったか文化でなかったかって言われたら俺は文化であったと思うんですよね。 でそのインパクトどっちの方があったコンテンツの方があったそれともプラットフォームの方があったって言ったら俺プラットフォームの方が強い時代になりつつあると思うんだよねでそれが、えっと、よく書いてますでそのことを俺は原理のゲームって呼んでてで原理のゲームに戻る時代の芸術をどうやって考えていくかつまり、えっと、昔ってそんなに原理のゲームあ違う昔は原理のゲームがよく起こってあのとある決まったあの芸術様式っていうのがなかったから あのまあ、この形でどう表現するかっていうのは決まってなかったんだけどそれであのメディアとコンテンツがこう同時に出てきた時のさあ果たして、えー、とどこの部分がメディアでどこの部分がコンテンツだか副和文だった時にこれって極めて原理的なものとして出てくる。だけどあのテレビとかさビデオとかさ絵画とかさあのとある様式が決まってたらその中のコンテンツって割とコンテンツ的な習熟をしていくわけじゃない。 例えば映画としてはこういう文法があってとか例えば絵画としてはこういう文法があってとかもしくは二次元構成としてはこういう文法があってっていうところからそれがまたテクノロジーと一緒こたになった時にそれってテクノロジーメディアとさコンテンツが不可分になってポンって出てきた原理のゲームって一体どういうふうなあの時代になっていくのかそれどうやって考えていくのかっていうのが、まあ、今の時代の非常に大きな課題であると思うんですよ。であのもちろんん例えばなんだ、えっと ファインアートをやり続けているる人もいるよそれにもちろんアニメとか映画とかやってる人もいるけどあのその細分化されていく文脈とさもしくは突然出てくるあの我々の人間性がアップデートされてるような出来事例えば「ディープドリーム」って俺2015年に誰が描いた海外よりもあ o g l e の人工知能が描いた絵ねあれの方があの2015年に誰が描いた絵よりも一般に訴求したと思うしみんなが解釈したと思って。 で、あれの、あれは究極的にメディアアートでさ、つまり、それをどうやって作るかっていうところから、テンソルフローとかの形で配られたりしてたわけで、で、そういうようなあの原理自体がこう出てくるときに、どうやって我々ってアート表現そのものを考えていったらいいんだろうっていうのが、まあ、大きな、えっと、話なわけです。で、この辺で一旦まとめようと思うんだけど、で、あの、つまり、お前さ、例えば、 アートっていうものがまあ文化的なこう活動だとしようもしくはえっと美術とか芸術とかいうことでこ定義が様々だとしようでこの中でさ、えっと、じゃあ、えっと、技術って何だったのとかメディアって何だったのっていうのがあ,のあって何だったのっていうのが要は、えっと、この辺がごっちゃごちゃになってたのがまあ20世紀ぐらいだと思うんですよでそこからさこう 今21世紀になってきてでインターネットの力を借りてか借りないかマスっていう概念がこうなくなってきた例えば映像で全員とコミュニケーションするとかさ権威があるあの人が評したから権威がある芸術になるのかっていったらそうではないような時代になってきてでその中であの文脈っていうのがどんどん細分化されていく。あの誰かが経営受できる あの芸術時代の歴史っていうのはこうどんどん細分化されていった時にじゃあこいつらにこう横並びに共通して言えるすごいでかいようなインパクトをもたらすものって何かって言ったらこれ多分ねメディアで出てくるんメディアとしてでメディアってメディアってほぼテクノロジーだったりさ技法だったりさであの技術それ自体だったりするんですよでこれってあの今のこの細分化された文脈の中では一番大きい文脈です でってことはこのマ,ス、まあ、マスがない時代だからコミュニティでこうやってきゃいいのかっちゃやってきゃいい気もするんだけどこの中で、まあ、あの一番あのでかく訴求するようなことを考えるときにはこのメディア自体をかなり考えていかないとあの、まあ、おっきいものとか面白いものってなかなかできにくくなってるよねっていうのが、えーとまあ、21世紀に思うアートシーンのことで。でそうなってききたとにあの じゃあコンテンツってコンテンツの方が優位な場所ってどこだろうでもプラットフォームの中ではプラットフォームの方がコンテンツより優位つまり、えー、っとニコ動の,あのなんか中でニコ動を超えるかって言ったらニコ動を超えにくいじゃないですかでそういうようなコンテンツとプラットフォームっていった時にプラットフォーム側ってさ極めてこうテクノロジー的に出てくるでもこのテクノロジー的に出てくるのが人間の感性を必要としないかって言ったらそれは嘘で。 だって非常に発明って文化的な活動だしさ技法を作るっていうのも文化的な活動なわけじゃんだってキュビズムを見た時に誰があれを芸術表現じゃないっていうかっていったら芸術,芸術表現じゃんだけどキュビズムのさプロセス的にはさそれって極めてテクノ技法なわけじゃない人をどうやって再構成するかもしくは視点をどうやって再構成するかっていう話なんだからさ でそうなってきたらこのテクノロジーとコンテンツとプラットフォームとメディアっていうのが不可分になってきてこのコンテンツっていうものの相対位置がすげえ下がってくっていうのは、まあ、20世紀コンピューターが発達してもしくはインターネットとかが発達してマスっていうのが解体された時に、まあ、起こりうる必然的な現象だと思うんですよ。でその中で まあ俺たちメディアアーティストだったりとかコンテンツ作る人がどうやって物を作っていくのかそしたらメディアとかテクノロジーとは不可分ではあじゃなくてそのことは無視してはいられないよねっていうのがまあ大きな結論ででそうするとあのじゃあ自分なりのメディアをもしくは自分なりの技法もしくは自分なりの,、えー、っとその解釈に基づいた新しいメディア性っていうのをどうやって開拓できるかっていうのが、まあ、アーティストの一番大きい宿命になっていくとは思うから。 でそれをどうやって培ってて培いくかつまり今まではさ美しいコンテンツを作ればよかったんだけどそれがメディアそれ自体であるってことをだいぶ意識していかないとあの表現として。 あの大きく刺さるってことななくくっていくそれで一言で言えばテクノロジーであるし一言口で言えば技術であるし一と言で言えば技法であるんだけどそういうのを意識していかないといけないよねっていうのが、えっと、今回第2回心を動かす計算機を作るでなんで心を動かす計算機かっていうとそういうような技法や技術やもしくはあの訴求していく時のプラットフォームになるようなものっていうのは大体コンピューターの上で動いていくことが今多いから、まあ、あのそういうものでどうやって作っていったらいいのかなっていうのを考えようっていうのが今回の話でした。